まずは定期保険について定期保険は生命保険の中でも一番基本的で保険らしい保険です。満期があって保険期間中に被保険者が死亡したり高度障害状態になった場合には いつでも決まった保険金が支払われますただ、解約返礼金がほとんどなくて満期が来ると一切保険料は戻ってきませんからかけ捨ての保険とも言われます次は終身保険について終身保険は名前の通り保険期間が一生涯にわたる死亡保険ですよって保険を解約しない限りは いつかは決まった保険金が支払われます。また、解約返礼金が多くて、貯蓄性が高いので、死亡保障が必要なくなった時には、解約返礼金を原資として、老後の生活資金としたり、医療保険や介護保険に乗り換えることもできます。次は、養老保険について。養老保険は、満期があって、 保険料と保険金額が変わらない保険ですから形は定期保険に似ていますただ定期保険とは違って貯蓄性が高くて満期になると死亡保険金と同額の満期保険金が支払われますつまり解約しないという前提に立てば保険期間を通して1回だけ決まった金額が支払われる商品だと言えます さて人が死亡した際に備える保険は大きく分けて今お話しした定期保険と就寝保険と養老保険がありますが中でもかけ捨てでない就寝保険は人気がありますただ就寝保険は保証機能と貯蓄機能の両方を追いかけている分定期保険と比べて保険料がかなり高いですそこで 保険料の掛け捨ては嫌だけれども子供が小さい頃はたくさんの死亡保障をつける必要があるという場合には就寝保険を主契約として定期保険を特約として付帯する方法があります定期保険部分は定期的に更新する更新型と一度にまとまった期間加入する前期型があります更新型の方が当初支払う保険料は安いですが 更新のたびに保険料が再計算されて増えますから、トータルでは前期型の方が負担が軽くなるのが一般的です。次は収入保障保険について。これは死亡保険の一種で、保険金が契約時に定めた期間まで年金形式で支払われる商品です。年金受取に変えて一括受け取りを選択することもできますが、 その場合、受取総額は少なくなくります。定期保険と同様に解約返礼金のない掛け捨ての保険ですが縦軸を保険金の受け取り総額横軸を保険期間とすると定期保険が四角形であるのに対して収入保障保険は三角形になるイメージです。こののように、保険金の受取総額が 時間の経過とともにだんだん減りますから定期保険よりも保険料が安いですさらに必要保障額の減少とともに保険金の額も減少しますから定期保険よりも合理的にリスクに備えることができます次は個人年金保険について個人年金保険は大きく分けて 終身年金と有期年金と確定年金に分類することができます終身年金は名前の通り一生涯年金を受け取ることができる商品で保険料を払い込んだ後被保険者が生きている限り年金が支払われますただ被保険者が早死にしてしまうと払い込んだ保険料よりも受け取った年金が少なくなるケースが考えられます それが嫌なら保証期間をつけるという方法があって少し保険料は高くなりますが保証期間中に被保険者が死亡すると被保険者の遺族が残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができます次の有期年金は保険料を払い込んだ後 被保険者が生きている一定期間年金が支払われる商品です。これも被保険者が早死にしてしまうと払い込んだ保険料よりも受け取った年金が少なくなるケースが考えられますから保証期間をつけてリスクヘッジすることができます。そして有期年金の保証期間を年金の支給期間と等しくしたものを確定年金と言います。 次は返額保険についてこれまでお話ししてきた保険は保険事故が起こった場合にあらかじめ決められた保険金額が支払われるものでしたが返額保険は保険事故が起こった時の状況によって保険金の額が変動します返額保険以外の保険の契約者が支払った保険料は定期保険も終身保険も 養老保険も個人年金保険もすべて一般勘定というところに集められて保険会社が運用を行いますですから運用の成果が悪かった場合そのリスクは保険会社が負うことになります一方で変額保険の契約者が支払った保険料は特別勘定という別勘定で運用されて 保険事故が起こった時点での運用成果がいい場合にはたくさんのお金を受け取ることができる反面運用成果が悪かった場合には受け取るお金が少なくなるリスクがありますつまり変額保険の運用リスクは契約者が負う仕組みですただし一般的に満期保険金や解約返礼金には最低保障がないですが 死亡保保険金には最低保証額があります。次は特定疾病保障保険別名三大疾病保障保険とも呼ばれる保険についてこれは被保険者ががん急性心筋梗塞脳卒中のいずれかにより所定の状態になった場合に被保険者が生きている間に特定疾病保険金が支払われる保険で 特定疾病保険金が支払われた場合には保険契約は消滅しますまた特定疾病保険金が支払われずに被保険者が死亡した場合にはその原因に関係なく死亡保険金が支払われます死亡保険金と特定疾病保険金は同額で3大疾病になった場合には本人に保険金が支払われて 三大疾病にならずに被保険者が死亡した場合には遺族に保険金が支払われますから定期保険に特約がついたようなものだと理解していただけるといいと思います続いては主な特約について説明していきたいと思いますまずはリビングニーズ特約についてこれは余命6ヶ月以内と診断された場合に 被保険者の生存中に死亡保険金の一部または全部を受け取ることができる特約です。この特約があると、保険金を遺族の生活保障だけでなく、被保険者の生前の治療費や思い出作りに使うことができます。保険会社からすると、今保険金を払うのも、半年後に保険金を払うのもさほど変わりませんから、特約の保険料は無料です。 またかわいそうな人が受け取るお金ということで受け取った保険金には税金はかかりませんが受け取った保険金を被保険者が使い切らないうちに死亡した場合には使い切らなかった保険金は相続税の課税対象になります次は障害特約についてこれは不良の事故などで180日以内に 死亡または所定の高度障害状態になった場合に保険金が支払われる特約です試験対策上、事故で死亡したら保険金がもらえて病気で死亡したら保険金がもらえない特約だと思ってくださいそれでは今回はここで終わりますありがとうございました